皆さんこんにちは、ミスターおまめちゃんです。今回はフロントシートカバーを作っていきます。まずはシートを外していきます。ボルト2本で止まっています。11ミリのソケットで外すことができます。今回はアフレコにチャレンジしてみました。耳障りでしたらどうぞ音量をオフにして動画をご覧ください。ヘッドレストを外しました。爪を叩いて外さなきゃいけないので意外と難しいです。ミスタービーノは一体型のシートカバーですが、私の身にはリクライニングがついているので分割タイプにします。リアシートと同じようにシートに合わせて型紙を作りました。型紙を布に移していきます。本来チャコペンを使うと思うんですけれど、私は色鉛筆で代用しました。縫い代のことを考えて少し大きめに切っていきます。背もたれが完成しました。少しシワができてしまいましたが気にしません。カバーをしたままヘッドレストがさせるように穴を開けときました。座面には固定用の紐をつけます。シートカバーが完成しました。運転席側も頑張って作りました。我ながらよくできたと思っています。来年もぼちぼち動画を投稿していきます。皆さんどうぞ良いお年をお迎えください。ありがとうございました。